はい、どうも皆さんこんばんは。本番は、すみません、本番直前まで雑談が過ぎるんですよ、ちょっと。早口はしちゃってるじゃないですか。13歳のヒロワーク、司会の小林です。あ、和歌山です。第3の男、藤井です。第3の男。はい、この番組は毎回様々な起業家や社会人をゲストに迎えて、今の仕事から13歳当時の自分を振り返ってもらい、今を生きる子供たちに未来の働き方を等身大でイメージしてもらうためのエンタメ教育番組でございます。すっごい番組、はい、しかもためたね、今ね。子供たち、未来を見ろよ。そう、あの、嘘が許されないので、うん、ちゃんとエンタメ教育番組やってるってことを証明しておかないと、うん、今日のゲストさんにね。あ、そうですよ、申し訳ございません。訴えられますからね、うん、闇営業みたいになっちゃうんですよ。あれ言っちゃダメ。さて、1ヶ月ぐらいまた空きましたけど、うんうん、お二人、いかがですか。あ、どうだろうね。俺はもう本当この1ヶ月ね、食べて寝て、食べて寝て、ゴロ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 ってしてたから。藤井さん、何があったの1ヶ月。その前なんか生きてるね。生きてるって言ってたえ、本当何もない。何もないっすよ。本当に。本当ですよ。もういや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 。じゃあ、藤井さんどうですか。僕はですね、あの、前、生きる塾っていう話をしたと思うんですけど、あれが本格的にこう活動が始まって、はい、今、群馬でも。生きる塾が、もう開催していただいています、ね。群馬で生きる塾、うん、気になる、はい、今度7月20日、うん、20日には、ね、7月20日でしょ。4月7月7月20日、うん、には、2回目の生きる塾ということで、すごい、1人目はあのネイルをいろいろやられているネイリストさんたちが、いろんな福祉の現場とかに行かれている人たちが、ちょっと1時間ほど、やってくれるのと、はい、あとその後はあの、群馬の、うん、マムレ太鼓というですね、和太鼓、群馬の伝統の、その太鼓、和太鼓の人たちが来てくれて、そういったのを活動してくれる。すげえ。でも一番びっくりしたのが、1回目に出てくれた、講師になってくれた、天田さんっているんですけど、天田さん、看護師さん、看護師さん、そのお父さんがなんと来てくれて、なかなか普段はこう娘の仕事の話がしないのが、聞く方として参加者として、お父さんが参加してくれて、でも実はその群馬の生きる塾の主催してる、トマルさんって言うんですけども、トマルさんのお父さんも実は来ていて、で実は、そのお父さん同士が友達だというですね。でもな、そうなんですよ。でも何がいいって、やっぱりその、父親とかが来てくれる。しかもその父親たちが70代、また80代になっていって、その自分たちの子供たちの姿を見ていくっていうのは、やはりやっていて意味があるんだな。確かに、ね。すごい。確かに確かに。またね、一周回って親子がそうやって、すごいね、親がなんかね、ね、そうやって見に来てくれるってないのね。小学校の時の授業参観しか親来ないからね。中学校になったら親来なくなんだから、授業参観に。ましてや、あの、社会人になって、うん、例えば地元群馬から東京に出て仕事してますみたいな関係になっちゃうと、うん、まあよくて、まあ、年一とか、うん、お正月に帰るぐらいで、うん、でもそこでも、うん、いや自分ってこういうことやっててって、うん、そんなに詳しくは話さないから、うん、どんどんやっぱり子供たちが大人になるにつれ、うん、どういうふうにどんな人と関わり合って、うん、こうどういう働き方をしてるのかって、うん、分かんなくなっていっちゃうんだろうなって、うんうん、すごいね。それをなんかまた結びつける生きる塾って葉っぱね、うんうん、ねえ、すごいびっくりしましたね、うん、あの前回このゲストに出てくれた芥田さん、うん、はい、もうちょっと今日連絡いろいろ取り合っていて、ちょっと生きる塾で、例えばその音楽の、作詞をする、塾があっても面白いねとか、僕勝手にちょっと言っちゃってるんですけど、あの、あ、すごい、でもいいよねと、すごい面白いんですけど、はい、7月20日、うん、あ、太田さん、そうなんです、そうなんです、イベントやるって言ってたから、そうなんで当てに行ってるみたいな感じになっちゃうよ。7月20日は、うし、誕生日って言ってたから、出れないので、出れないので、次2回目が9月15日にあるんですって話がしたんですね。でも、あ、9月15日、僕14が誕生日で出れないですよって話で、また2回目やって、お前の誕生日関係ねえからね。そうそう。だからそれだったら何か一緒にやりませんかって話で、ちょっと別の日で。あ、なるほど。そう、何かね。お互いにイベント当てるんじゃなくて、2人でちゃんとイベントを。こう企画してやろうよっていうことですね。イベントでお前のその14日誕生日で15日には出れないって意味わかんない。今日だったらさ、あの
今日さ、7月のさ、4日さ、誕生日でさ、うん、小林がさ、ここにいるっちゅう。当日なら分かるけど、何歳、何歳になったんですか。私、42歳になりました。42ですよ、小林が。大きくなりました。何歳からしてるの。あの、こんな時からね。35、6の時からしてますからね。あ、そっか、おむつ交換してたんだもんね。そうそう、いやいやいや、小林のおむつを交換してたよ、俺だから。まだでも、だからこの番組始めた時は、うんうん、あの、僕30代だったんで。わあ、そうだ。あ、でもそんなこと言ったら僕も30代でしたからね。そんなこと言ったら俺は40代だったそう、だから、あの、和歌山さん、当時ね、やり始めた時の和歌山さんの年齢を超えてしまったんですよ、わ、う、あ、ん、抜かれた。抜かれてない全く抜かれてないから、同じように。危ねえ、危ねえ。俺最近ね、36ですかって言われたから、微妙、もうちょっと若くいこう。あれ嘘でもいいから嘘で、まあ、バレないから31って言われたって言っとこう。そこ、あ、そうか、そうだね。いや、これリアルな話だからさ、やばいよ、やばいよ、リアルな話だからリアル、リアルがそのまんまで、あの、いいこともあるばっかりじゃないよっていうのをこれからありますんで、またお話も、ね、はい、ね、え、小林は何やったの。ですね、もう時間も時間なんですけど、一、うん、個だけ、あのね、ちょっとね、社会勉強も兼ねまして、うんうんうん、あの、宝塚歌劇団って行かれたことあります。見たことない、見たことない。僕ね、うん、人生初めて行ってきましたね。えぇ、ちょっと応援があってチケットいただいたので。これと、いや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 、どっちどっちどっち、これか、これ、いやいや、いいよ、どっちだよ。寂しい話を振るんじゃないよこれだった、これでもこれでもなく一人だった今ほら多様性が認められてるからいいじゃないですか、ね、いろんな人だから。そうだね、いいよいいよいいよ、うん、そうで、うん、まあね、うんうん、それこそ、うん、舞台の上には、うん、まあ、性別上は全員やっぱ女性しかいないわけじゃないですか、はい、あ、確かに。でもやっぱりその男性役の方っていうかは、うん、男よりもやっぱ男らしい振る舞いっていうのをしてるので、うん、見てると男とか女とかみたいなことがもうね、うん、なんかね、関係なくなってくるんですよね、うん、その舞台の役割にしかも見えなくなってくるというか、あ、うん、で、なんかすごいこうオーバーな、いい意味でオーバーな、うん、あの演技で役をどんどん見せていくので、うん、なんかすごいね、あの迫力があって良かったですね。何の劇、劇団四季の何見てきたんだろう。あのね、劇団四季じゃない、劇団四季じゃないそこ大きな違いみたいな。宝塚、宝塚、いい話だった。宝塚、宝塚だ。宝塚の何出てきたの。ああ、まあ、根本的に時間がないないよって、これが時間なくなるんだよ、ね、うん、そう、あ、そうだよ。だって、だってこの後志村くんは合コンに行くんだから。そうだよ。あ、それでデートに。それで服装今日バッチリ決めてんだ。おしゃれしてるわ。でもね、そう、だから和歌山さんの今のなんか劇団四季のボケに関しても右から左だったもん今。何も聞いてませんみたいな、ね、あ、もう行きますね、もう、はい、じゃあ、はいはい、じゃあ今日も番組スタートお願いいたします。立派な子供じゃないと立派な大人になれませんか。13歳のヒローワーク。13歳のヒローワーク。この番組は新しい価値を創造するルドルフと世界中に楽しいを届けるメニーの提供でお送りします。ペラ映りが今日いいですよ僕気になる。
はい。出た。あ、それね。あの、ピーブイ終わった後にさ、急にさ、大豆みたいな第三の男から。あと一個、ちょっと僕らお願いしておきたいのが、はい、あの、ぜひ今、うん、あの、YouTube、ライブで見られてる方、はいはい、コメントとかください。で、あ最近ね、ちょっと長いくね、あの、サボり気味だから、うん。全然いいんだよ。僕らはいつもオープンマインドなんで。遠慮なくね、コメントそうそうそう、もう、そう。もうくれて大丈夫なんで皆さん、そうですよろしくお願いします。お願いします。はい。さて、はい。またまた今日も素敵なゲストに来ていただいてますけれども、はい。じゃあ、ご自身で自己紹介をお願いいたします。はい、谷正幸と言います。よろしくお願いします。はい、本日のゲストは、はい、谷正幸様でございます。気になる。気になる谷さん、ありがとうございます。はい。じゃあちょっと、プロフィールというか、あの、現在のお仕事に関してお伝えさせていただきます。はい、現在、屋号は何ですか？屋号はですね、オフィスイオニックマネジメントというふうに名乗ってますね。はい。はいはい、イオニックメソッドっていう独自の手法を用いてですね、うん、はい、職場改善のコンサルティングとか、はい、うん、社員研修の、はい、プログラム、企画、うん、あと実践講師としても、うん、はい、うん、立たれてたりするそうです。え、独自の、独自の、そうですね、もうオールオリジナルで、もう企画から設計から、ね、現場の運営まで一人でやるっていうね、はい、そんなことをやってますね、企業でって、重だったるその改善のテーマっていうのはどういうものがあるんですか？一言で言うと、まずは、はい、やっぱり職場で朝起きた時に行きたい場所にしましょうよっていうのが基本コンセプトなんですね。うん、大事。ごめんなさい、普通社会人だったら朝起きて、はい、ああ会社行きたくねえなっていうところ始まりますよね。ね、ああ会社行きてえなっていう目だったに、マインドにするってことですか？マインドにしていきましょう。やってほしい、うん、ことなんですよね。できるんですよ、ちゃんと丁寧にやる。できるんですよ。できるんですよ。改善内容の3本柱っていうのがありまして、うん、はい、どういかがですか？まあ、そうですね、やっぱりこう、はい、職場でね、お金をもちろんお金稼がないで働く人はいないんだけども、はい、やっぱりそこにはこう希望がないといけないっていうかな、うん、はい、でこう自分自身もこう成長できるとかね、うん、はい、なんかそういうこととやっぱこう工夫、うん、自分で工夫していけるっていうんですかね、はい、うん、あとはやっぱこう当然人間関係があるんだね、うん、はい、そうやってこう自分が人生が充実する場所でなきゃいけないよねっていう、うん、はい、うん、そういう考え方をぜひ持ってみると、うん、はい、職場ってこう見える方が変わるんじゃないのかなと思ってですね、まあお金もらうから我慢していこうぜっていう場所じゃない場所にできるんじゃないの？じゃあ今のちょっと気になる、うん、補足をしますと、はい、まず一つ目に、うん、営業力アップ、はいはいはい、それとあとマネージャーの管理力向上、うん、はいはい、ともう一つ、企業理念の社内浸透っていう、はいはいはい、特にこういう3番目の、はい、あのね、うん、トップばっかりが、はい、なんだ、あの、売上げ、あ、なんだ、うん、全国1500何店舗とかってやってても、はい、その理念が、社員それぞれに、うん、あ、それこそ自分、我がミッションであるって思わないことには、うん、絶対そのミッションってクリアできないじゃないですか。はい、それを浸透させていくことも、うん、なんか一つの。そうですね。大事なんですよ。ああいうのってこうとっても素敵なセリフが並んでるじゃないですか、はいはい、会社のセリフってね、はい、お客様のためにとかね、はい、で社員の人はあれを聞いてどう思うかというと、うん、どうやるのってこう思うわけですよね、うんうんうん、でそこをそれを考えるのはお前たちだろってこうぶん投げられちゃうと、はい、みんな会社に行きたくなるわけですよ、うん、はい、いやいやもうちょっとなんか具体的に考えたものが降りてくるんじゃないのっていう、はいはい、でそこをちゃんとつなぎましょうと、うん、はい、いうことなので、まあ、経営者とか偉い方にはもう少しやり方を考えてもらうと、はい、で現場の人には実際にどうやったらできるかを考えてもらうということで、はい、なんか置物にしないようにしましょうねと、はい、素敵な、はいはい、なんかこう壁に貼ってあるような飾り物じゃないんですよ、はい、間三つ折りの原神みたいなのじゃないよ、はい、飾りとかかっ
好よく体裁を作ろうのが会社のこう、ね、理念とかビジョンとかじゃないんですよと、うん、本当にそれを仕事に落とし込まないとダメですよっていうのですが、うんうん、できないよなかなかね、うん、できないです、できないんです、はい、だそれを今一生懸命やってるんですよね、あ、それを会社に入って入っていって皆さんに集まってもらって研修をして研修しながら、まあ、研修というかあのいわゆる、ね、教えるんではなく、はい、皆さんに話し合って考えてもらうと、はい、これ例えばこうお客様のためって皆さんの仕事をで具体化するって何をやったらお客様のためになるんですか、うん、っていうふうにこうこちらから問いかけていくと、はい、で考えてもらって、うん、で何か出てきたらおいやってみてくださいと、うん、でお客さんが喜ぶかどうか1ヶ月後にみんなで持ち寄りましょうみたいなことをやってるわけですね、うん、答えも正解もないと、うん、はい、やってみましょうよと、はい、いう研修をやってるって感じですね、研修講師、なんか以前ね僕、うん、あの全然お客さんじゃないんですけど、はい、たまたま知り合った、うん、方の会社 の、はい、あの社内の社長の机の上とかにこうなんかこう書いてあるじゃないですか、はい、書いてあります、そこにまず燃えろって書いてあるんですよ、ね、え、あの そしたらあのすぐ消化に行きますよ、でもどういう意味なんですか、ね、放水始めって言ってすぐ消しますから ねなんか燃えるっていう言葉にもいろいろあるみたいで、うん、はい、例えば IT の業界だと、うん、もうそれこそトラブルになっちゃってるみたいなことを燃えてるとかって言ったりする面もあって、うん、聞く人によれば、うん、まずもう切羽詰まった状況に自分を追い込めっていう風に捉えられちゃうんですけど、うん、その人が言ったのはもっとストレートで、うん、あ、まず情熱を燃え、なんかその仕事内容はともかくとしても情熱から入れっていう意味だったんですね、うん、あの僕の知り合いで第三の男藤井っていうのがいいんだけど、あの秋葉原 の、うん、あのメイド喫茶で燃える、燃えじゃないですか、それは燃えるとは違うんだあ、言ったことなかったすみません、すみませんでした、よくあんな感じの人であの油汗まみれの人もいます言ったことなかった、大三の男は言ったことなかった、俺だった秋葉原行ったの俺だった、ちなみに、はい、イオニックメソッドってどういうものなんですか、はい、まあいろいろ考えた時にとても心地よいっていうかね、うん、こうまあ一時最近ちょっとあんまり言われなくなったここマイナスイオンがあふれるようなこうすがすがしい環境みたいなのあるじゃないですか、はい、職場っていうのもそういうところであるべきだよねと、うん、やっぱり居心地よくて心地よくないところでいい仕事ってできないでしょっていうことですよね、うん、そういうなんか居心地のいい場所にしましょうよと、職場を癒しでは、まあ、イオン、うん、なんかこう気持ちいいっていうか、それがイオンクっていう意味はそういうマイナスイオンで癒しみたいなこと、ね、ね、僕さ、ね、最初聞いたけど、あの、え、オリジナルって言ったからなんで谷メソッドじゃないんだあなるほどね、うん、確かにイオンクってなんだって思ったらマイナス4とか癒しとかそういうことなんですね、そういうことなんですね、さてじゃあ、はい、そんな感じで今のねお仕事のお話を聞いていただきましたけど、はい、早速ですが、はい、谷さんクイズに、やったー、はい、じゃあ、はい、これでクイズ大好物、はい、こんなに早くもらえると、はいはい、うん、ちょっとこの話がないとその先に進めないので、はい、システムをご説明いたします、はい、今から、この横の和歌山おじさんに、うん、はい、谷さんに関するある質問をクイズ形式で投げかけます、うんうんうん、でそこでよろしくおぼけくださったり、うん、はい、まあ、正解を言ってくださったりしますので、はい、もう正解目指します、はい、その後に、まあ、丸か×かを言っていただいて、うん、正確な情報を、はい、トークしていただけたらと思います、お願いします、はい、さて問題1、はい、うん、そんな谷さんですが、はい、そもそも、うん、企業研修、まあ、社員研修ですよね、うん、はい、の仕事に関心を持ったきっかけは何だったでしょうか。関心を、企業研修に関心を持ったきっかけ、うんうん、多分ね何でもできると思うんですよ、社内を立て直すことに関しては。でも、はい、まあ、過去に出くわした、はい、その社員研修 の、 その思うところというか、うん、それはどんな時だったでしょうか。わかります、わかります、はい、わかります。和歌山さんそういう時代があったんでしょうか。ありました。あ、これね、実は、うん、実は社員研修やる前から、うん、はい、社内でそういうちょっとあの研修的なもの、うん、社内研修的な講師とかをやっていて、お、なんかそれにやりがいを感じて、うんうん、あ、自分
社内だけじゃなくて社外も行きたい、おお俺これ転職だって思ったから、なるほど、社内研修を自分でやってたから、やる立場にあってやってて、それに快楽を覚えたから。なるほど、いかがでしょうか。これはね、うん、こう、うん、ある瞬間丸、はい、だけど、ね、きっかけは×あるそうそうそう、これね、後で説明すれば分かると思う、はい、ある瞬間なら丸、でもきっかけは×だな、これがね、きっかけは何ですか、答えは。きっかけはですね、うん、新入社員研修があまりにもつまらなかったんですよね。それはご自身が受けた研修が、新入社員の新人の頃に受けるじゃないですか、会社に行くとね、はい、研修に行ってこいとか受けてこいとか、はいはい、びっくりしたんです、つまんなくて何これ具体的には 何だったんですか、まあ、例えば挨拶の仕方とかね、はい、名刺のしもう渡し方とか、なんかこうカバンの置き方、はい、とか、なんかそういうのを事細かく教えられて、ひたすら練習させられて、はい、本当にこんなことで仕事ってできるようになるのっていう、そのくっそつまんない研修を行った研修会社の名前言っちゃった方がいいですよ。いやいやいや、それは一旦保留にしといてもらって、あ、そうですか、はい、この後のアフターでじっくりしてみましょう、すいませんでした。それなんかでもお話をねちょっとお伺いしたときに、はい、そうなってしまう仕組みがもう会社の中にあるって、うん、特に人事の、そうですね、はい、やっぱりこう会社っていうのは、うん、まあ人事部とかどこかの部署がいろんな研修をコーディネートしてるわけですね、はい、1年中ね、はい、じゃあこの人たちにはこういう研修を、はい、それがその方々の仕事なので、はい、やっぱり社内で決められた研修を必ずやってあげるのが仕事なわけですね、はい、だからある意味やってあげればやったことになるわけですね、ノルマこなしみたいなことですか。そうそう、だから内容ではなく、うん、ちゃんと予定した研修をすべて実施しましたという結果に重きを置いちゃうので、そうなんだ、中身は内容よりもやったかやらなかった中身はお任せになっちゃうんですね、あ、そうすると、まあ、怠け癖のある人事部とかは、はい、まあ、例えば前任の人が作った、うん、なんかそういうのがあったらそれを私も同じやつをコピペして出しとけば俺のミッション1上がりじゃん、定時で帰ろうみたいな話じゃない。だから実際こうね、3年ぐらい前に先輩が受けた研修の資料を大事にそれを取ってる人がいて、なるほど、見たら全く一緒じゃないと、なるほど、こんな失礼な仕事ってあんのかと、時代も人が変わってる、毎回同じものをやってお金をもらう仕事ってあるの、はい、いうふうに思って、こういう仕事って仕事なのって思ったのがね、はい、きっかけだったんですね、俺なら毎回違うの出してやるぜとまでは思わなかったけどちょっと手抜いてんじゃないのっていうね、ずるくないって。あと岡山さんも割と前例に習ったりするタイプなんじゃないですか。俺は、前例に習うっていうよりも、もう前に習うから前同じじゃん、今言った人事の人ともしくは右に習うから俺はね一個も一年も開けないんだ昨年と一緒なんだ話だそうなんですね、まあ、だからすごいご自身のある意味社会人1年目の原体験みたいなことが今のお仕事にまずつながっているというところがございます。はい、はい、で、まあ、これから、うん、前職のお話に入っていくんですけれども、うん、はい、まあ、ちょっと一旦補助的な情報としては、はい、まあ、全然訛りとかも今感じられないと思うんですが、うん、はい、実は結構親御さんが転勤族でいらっしゃって、うん、はい、もうコロッコロコロッコロ住む場所が変わる環境の中にいらっしゃった。分かった、自衛隊惜しくないな、これはこれは大丈夫です。隣の同級生は自衛隊でしたけどね、お父さん学校の先生あだいぶ遠のきましたね、まあ、それもまたちょっと後で出てくるので、うん、またそれを念頭に置きながら、うん、今のクイズじゃないの、違う、だいぶ伏線が増えてきたんで聞いていただくと聞いていただくとぼちぼちと なんでそういう風に、うん、場所とかを、うん、なんか居場所を選んできたのかなっていうのが、うんうん、なんか想像つきやすいかもしれないです。あ、なる
はい、今小林くんが言ったの付箋だったのね。そう、クイズじゃなかったのね。補助的な情報ですって言ってたじゃないですか。すいません。はい、さて、はい、じゃあ一個前に時代を遡って、うん、はい、前職はどちらでしたか。前職はですね、まあ皆さんがよく知っているようなですね、はい、まあ、メーカーですね、はい、テレビで宣伝もして、まあ、多分どのご家庭にもですね、一、はい、つや二つはあるような商品を売ってるような、テレビ、いや、テレビで CM をしてる会社ですね。テレビじゃなくてね、テレビが1台2台じゃなくて、うん、そうそうそう、何が何がだろう、そんなリッチなお家ではないのでね、うん、おはようからお休みまで、うん、ああいいですね、暮らしを見つめてくれてたりしますね。分かった、おはようからお休みまで、うん、それ何それ、カメラが一回入るのは何だ、分かった、うん、ごきげんよう、お、そう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 、そうそうそう、でもね、意外とね、皆さん会社名出ないんですよ、うん、あえて伏せてること、株式会社ごきげんようじゃなくて、じゃないんですね、それはなんかすごい怪しい感じ、まあ、そういうね、うん、まあ、大手さんですよね、うん、ね、いらっしゃいまして、うん、っていうことです。そうですね、はい、きっかけは何だったら、そこにどうしても入りたかったんですか。まあまあ、今振り返るとですね、うん、私が入社した時代というのはまさにバブルというね、はい、浮かれた時代で、はいはい、まあ、僕ら経験してないね、うんうん、まあ、今も、ね、人手不足のね、就職どっちかというと人が足りないと言いますけど、当時は人手不足でもないのに、はい、どこでも就職できたっていう時代で、とにかくどこの会社ももう業績が良くて、うん、まあ、とりあえず人でも採用しとくかみたいな、ね、まあ、軽いタッチだったので、そんな軽いタッチであんな立派な縦紙のところには入れませんよ。いやいやね、でもそう、受ける側も、ね、会社も、まあ、受ける学生も実に軽い感じだったので、はい、なんとなく言ったら、なんか試験でも受けてみるって受けてみました、はいはい、明日東京本社に来ない、うん、行ってみますか、はい、で次の日行くと内定だけど来るって言ったら、あ、はい、行ってみようかなって言って終わったっていうね、うん、まあ、こんな約2日間の就職活動でですね、ね、後で何を売っている会社が分かったっていう、こういう何売ってんだろう、内定の仕方だったわけですね、うん、そんな就職あります、聞いたことない、そんな就職聞いたことないですよ、あの頃はそういう時代だったんです、みんなみんな浮かれてたんで、みんなだって、ね、うん、履歴書何百通送ってやろ、全部お祈りされちゃった、うん、ご検討をお祈りいたしますって、ね、当時はそんなまともな履歴書なんかなくてね、え、うん、説明会に行けばよかったっていうね、今ちょうど就職活動中の、今日この後合コンに行くシーズンだな、ね、なんかね、まあ、今本当に厳しい時代にね、そうですよ、そうです、味わってると思うので、うん、まさかそんな時代があるなんて、エントリーシートという言葉がなかったですね、ものもなかったけど、ないです、そんなものはね、全くない時代でしたよ、なんかそれこそ、はい、東大とか、うん、慶応とかね、はい、早稲田のこう優秀な学生のところには、はい、そのなんか人事部長とかが、普通にタクシーで、はい、口説きに行ってたっていうね、なんすかそれ、ぜひ来てくださいませんかみたいな、そんなね噂もあるぐらいで、今日志村君はこの後女性を口説きに行きますけどね、ね、人事、人事、自分の人事をどうにかしないといけないので、ね、もう大丈夫、なもう大丈夫です冷たいわ、ね、先々すみます、はい、今日盛りだくさんなんで、はい、で、そもそもの思いが、うん、上京したいっていう一心だったんです、地方, 地方にいたんだね、そうなんですね、うん、谷さんは地方にいたんだ、その時はですね、はい、うん、はい、で最初に配属されたのが営業部、うん、営業ですね、はい、セールスですね、はい、はい、でその時はどこにいらっしゃったんですか。セールスの最初の職場は大阪ですね、大阪、繰り返しますけど、うん、はい、上京したい、うん、俺は東京で働きたいんだ、はい、で、うん、某たてがみの会社に入って、はい、ね、はい、一番最初に行かされたところが、はい、大阪上京してないじゃん、そういや上京したんですよ2ヶ月は、はい、1回ね、研修、例の研修で、ね、はい、研修で2ヶ月間、はい、はい、
大阪はこれはもともと大阪に、そうですね、当時はもう大阪で、ね、大学も自宅から通っていたということで、京都の大学に通っていて、だから息を揚々と東京に行けると思ったら自宅の方に追い戻される、2ヶ月で、ね、荷物をまとめて実家に帰ったっていう、こういう状況ですね。大阪に配属になり、はい、やる気がなくなるって感じ。なくなっちゃって、やめちゃって。でもあれですよね、売り上げと評価は上々だったんですよね。まあ、あの時はまさにバブルだったので、はい、誰でも売り上げが良かった。物が勝手に売れてくるじゃないですか。何を売ってたんですか。自分で売ってたんですか。まあ、そうですね。ですからこうお店には商品っていうのが問屋さんとか商社を経営して流れていくわけですね、うん、だからでも売り場っていうのは限られているので、はい、お店に行って、はい、うちの会社の商品をいっぱい並べてくださいよっていう営業活動をしてたんですね、うん、そうだけど今は大変なんですよ、うん、物が溢れちゃってるからね、置いてもらうわけで、うん、でも当時は勝手に売れてたから、うん、まあ私の力ですと言っとけばよかったんですね、うん、私はすごい営業力があるんです、僕のこれですと、 腕があるんですって言ったけども、うん、勝手に売れてたんです当時は、だからみんな優秀なセールスだったんです、謙遜しすぎ。まあ、これからそれは徐々に、ね、証明されていくんですけど、まあ、でも、うん、あのご本人のやる気のテンションが100だとすると、うん、そこまで上がりきらなくても、うんうん、勝手に結果が出てしまってたっていう事実は、ね、まあ、そこの支えられるそのなんか、ね、うん、スキルが高いっていう面もあるかもしれないですけど、うん、そういう次元だったということでした、ね、で5年ぐらい、そうですね、大阪に結局5年間 ね、はい、東京にも、ね、実家を離れられず、はい、5年間大阪で仕事してましたね、その次に、はい、まあ、大学の話に行くんですけど、うん、まあ、言ったら大学、うん、在学期間よりも長く、うん、実家の近くにいたっていう皮肉な状況になってしまいました、ね、そして次の配属先が、うん、北海道、そうなんです、やったじゃないですか、まだまだ遠い、上京できると思ったら北海道寒くなっちゃってやったじゃないですか。よし、そろそろ移動だ、うん、あ、やっと北海道に行けるんだ、スタート、次は北海道でした、飛び越えて、北海道どこだったんですか。これもね、北海道も札幌じゃなかったんですよ、釧路、帯広、うん、根室というね、まあ、地図で見てもらわないとわからない、はい、まあ、どちらかというと北方領土に近いところが担当になったっていうね、下の方から右の方にかけていく感じですかね。そうですね、もうほとんどロシアに近いようなね、エリア、まあ、家は離れられましたけどね、はい、だいぶ離れられたっていう、はい、なんかでもただ、まあ、本当に誰も知らない、うん、はい、言ったら誰みんなが知ってる場所に行っちゃったわけですよ、上京したのに、うん、はい、その大阪に行かされちゃったから、はい、で北海道はもう本当に孤立無援というか、うん、全くね、知り合いもいらない、うん、ま、誰一人知ってる人がいない環境ですよね、うん、でそこで初めて、はい、なんか自分らしい生き方、うん、もうなんか半分スーパーだかでも、もともとこういうキャラなんだって言い通せば、うん、なるほどね、なるほどね、もうゼロスタートが切れたわけですよね、私こういう人間ですっていうね、それいくつぐらいなんだろう、ゼロスタート27歳とか28歳ぐらいですね、いいですね、いいですね、いいですね、大学デビューとかいう言葉も、高校デビューとかあるんですが、はいはい、社会人6年目デビュー、うん、デビューした、いいですね、だいぶ下積みしたっていうね、したみたいですね、はい、で、まあ、そういう結構のびのび、うん、まあ、広大な土地ならではもあるんでしょうか ね、うん、そうですね、のびのびこう生き方をこう、うん、生き方に向き合えた時期でもあったそうです、うん、でこの時に実は現在の奥様と、はい、うん、そうですね、出会われた、北海道で、北海道であの大地で、熊以外に出会うことがあるんですか。いるんですよ、女性と出会ったんですか。そうなんです、ね、熊かホッケ以外に ね、 ね、そうなんです。だから伸び伸び、うん、だからいろいろこう置いたもしてたんでしょ、わかんないですけど、わかんないですけど、そうなんですか、もともとそうだったキャラを演じきったんじゃないでしょうか、伸び伸びとね、はい、はい、でまたちょっと後でも出てくるんですけど、はい、なんか不思議なキーワードが1個ありまして、うん、嫌われない、人に嫌われない生き方から、うん、人に嫌われない生き方から、ように生き方から、はい、人の役に立つ生き方にシフトチェンジした、うんうん、
すごい気になるキーワード、うん、これすごく大事なキーワードなんで、またちょっと覚えておいていただけたらなと思います、はい、で、うん、そこで、計7年7年いましたね。大阪よりも長く、ね、長くなりましたね、北海道は、はい、じゃあもう出身どこって言ったら北海道でいいじゃないですか。いやいやいや、そう、それに近い第二のふるさとですね。はい、ところがですね、はい、まあ5年と7年ときて、はい、はい、そろそろいいだろう、いいですね、ということですね、まあ、ずっと営業場にいましたと、うん、東京本社に来ましたね、うん、やっと念願かなって、念願とかもう、もういいのにって感じのタイミングでね。だからそこで伸び伸びやってたいわけですよ、北海道で良かったのにと、好きな人とも出会い、うんうん、好きな人たちとも関わり方を見つけて、はい、やっと自分がここで見つかるんじゃないかと思った矢先に、うん、再び東京の、うわ、うん、どうしたらいいんだ、ただ、うん、営業でもなくなってしまいます、うん、ここで。え、そうなんです、ね、何でした、マーケティングっていうね、当時自分でも聞いたことがない仕事の部署に移動になりましたね、うんうん、マーケティング、ね、マーケティングってどういう、まああの簡単に言うと、はい、物を作って、はい、その商品を世の中に、はい、伝えていくっていうかね、はい、宣伝していく仕事ですよね、はい、はい、その作戦を立てる部署って感じですね、販売戦略みたいな、みたいなね、そうですね、ですからもう社内で仕事をする人になるってことですね、あ、そうか、はい、今では外にバンバン物を売りに行った仕事から、内勤みたいなの、そうですね、だからまあ会社の中の人たちを相手にする仕事に変わっちゃったってことですね、今度は、はい、ちなみに東京にいらっしゃってからは17年、はい、そうですね、会社を辞めるまで結局17年間ぐらいもう、うん、東京にいいね、そのまま営業に戻ることもなく、はい、そのさっきの和歌山さんの理論で言うと、出身地東京になっちゃうんですよね、はい、あら、そうなんです、ま、第3のふるさとになっちゃう、それはそれとして、はい、はい、問題にクイズ、クイズ、ありがとうございます。そんな谷さん、うん、はい、東京にやってきてから、うん、その17年の、うん、経験によって、うん、マーケティングっていう仕事にとっては、うんうん、一番このスキルが必要なんだなっていうことに気がついたそうです、うんうんうん、ではそのマーケティングに一番必要なスキルって何でしょうか、うん、今もう答え出てました、うん、どうぞ。いや、その、まあ、販売戦略だから、うん、こうなんかこうデータ、市場のデータを取って分析して、うんうん、はいはい、分析する力、うん、正解はいいとこですけどね、企画こっち、まずね、でも、うん、合ってるような気がするんですけど、そう、そこまでは行くんですよ、みんな、あ、そこまでは行く、まだアマちゃん、うん、誰でもたどり着く答えにして、ね、みんながそこまで行って壁にぶつかるんですよね、なるほど、マーケティングの仕事でね、大きな壁にぶつかるんです、そこは、うん、ちなみにマーケティングってどういうし、何が大事だと思います？うん、一番大事なスキル、あ、ちょっとマイク持ってってきますね、まあ、まあ、ないですよマイク。はい、どうぞ。マーケティングで一番大事なことは、うん、顧客の心理、はいはいはい、顧客の心理を読むね、あ、なるほど、そうそうそう、いや、それも合ってますね、上というかその先ですね、うん、分析をして顧客の心理も読んでと、うんうん、今ねさらっとどっか行っちゃいましたけど、あのおトイレに行っちゃいましたんで時間を引き延ばさせていただきます、なぜならあのここで答えを発表しちゃうと彼が答えを分からずじまいあえてクイズの時に行くっていう ね、 このね自由な感じがまだ、ね、北海道にいた時思い出しますでしょ、そう、北海道自由でしたから ね、 ね、時間はのんびりとね、あ、流れて、ね、流れてね、本当にね、話すがままに、何だと思いますか、じゃあ、心理を読んで、うん、心理を読んで、自分で考える、あ、それも正解ですけど、その先ですよね、さらにその向こう側ですよね、そうなんです、それも大事です、そうです、はい、その向こう側ですね、その後ですね、ちょっと話を、あ、どうぞ、うん、次の、うん、なんかその、なんだろう、え、流行るものを、うん、流行るものを、次の流行るものを、はい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 、分析する、分析する、同じじゃねえかよ今いないこのおじさんと、はいはい、客席の方がなんかいいこと言ってくれました、大丈夫です、いいこと言ってくれました、大丈夫です、今ね、後ろでイン
タビューしてたら、はい、あの企画力とか、うんうん、あのそういうふうなあの、うん、分析力じゃなくって、うん、必要な力っていうのは、はい、その社内の人たちを動かす、はい、うん、あの説得する、うん、あの要は伝える力。おあのじゃあとりあえず正解を、うん、どうぞ、うん、まあほぼ正解ですね。すごい客席の方すごいです。わあ、はい、そうです。具体的には何ですか。結局社内の人に動いてもらわなきゃいけないので、うん、人間関係を作れないとですね、はい、誰も動いてくれないってことですよね。何を決めても、はい、いかに人に動いてもらうか、その人たちとどういう関係を築くかってね、これがねいかに大事かってことを思い知りましたね。なんかその例えばさっきの分析とか企画でもって、うん、じゃあ次はこういうものを作りましょうとかなった時に、うん、それをこう発注する工場さんとかに、うんうん、土日とかも動いてもらわなきゃいけないですよね。そうですね。やっぱり新製品の発売日が決まって、そのために必要な商品の量が決まったら、はい、それまでに全部作るというね、過程を工場でやってもらわなきゃいけないですね、はいはい、だけど計算すると日にちが足りないと、うんはい、そうすると、申し訳ないけども、うん、夜も働いていただけませんかとか、土日も働いていただけませんかっていうお願いをしなきゃいけないですね、俺そういうのを営業の人がやるもんだと思ってたんですよ、うん、いや違う、そしたらマーケの人がやるんですか。マーケの人たちが行ってやるわけですよね、きつ。でもね、工場の人たちにもプライベートな、ね、事情があるわけですよ、ね、そうですよ。おいおいと言われる中を、ね、うん、頑張ってお願いしに行かなきゃいけないんでね、人間力が試されるわけですね。なんかでもね、うん、あのじゃあマーケティングがどんな風にこう社内の役に立つんだろうってなった時に、うん、なんかすごく僕はなんかいい例だなと思ったお話があって、あのスーパーの売り場の話とか、はい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 、お願いしてるんですか。そうですね、なんかね、マーケティングとかすごい華々しくて、はい、かっこいい仕事だって思えるじゃないですか。でも結局マーケッターの人たちが素晴らしい仕事をしたかどうかというのは、うん、ちゃんとお客さんがお店で商品を買って使ってもらえて、うん、それが会社の売り上げと利益になった時なんですよね、うん、ところがですね、我々もこう思い込んでたんだけども、はい、テレビ宣伝をして人気のタレントの人を使って商品を CM してるとお客さんは買ってくれてると思ったんですね、はい、ところがお客様相談室に日々問い合わせが来るわけですね、はい、あの CM している商品はどこに行ったら買えるんだとかね、はい、CM してるのに売ってねえじゃねえかと、はい、こういうクレームが届くということで、うん、やっと気づいたわけですね、うん、CM してるけど、うん、お店に置いてもらえてないという現実に、うん、おそう、こういうことを知らなかったです、うん、我々ね、あもちろんね、大きな、うん、大きなね、でもみんなが大きなスーパーに行くわけじゃないじゃないですか、はい、やっぱり一番近いお店に買いに行くわけじゃないですか、はい、でそこにいないと売ってないって、はい、お客さんは怒るわけですよね、はい、でそういうのが日本中で起きてたと、例えばまあ、この辺の北千住エリアだと、うん、スーパー田中とかがあるわけで、スーパー田中に、うん、ちょっと実名じゃないですかね学園通りの、ね、スーパー田中に置いてないものは、うん、この世にないものと一緒だっていう人も多いわけだから、あそこの弁当安くてうまいんだからな、ね、そう、実はあの学園通りのところにある、うん、あの店舗のおにぎりが最高にうまいんですけど、うん、まあ、それは置いといて、うん、そうですよね、だって、でお客さんはそこで買いたいわけですから、うん、はい、じゃあ隣のなんとかっていうドラッグストアに行って買おうかなって思わないわけですよ、なんだと置いてないじゃないかと、ポイントもつかないとかってね、どうしたらいいんだろう。だからそういうのをちゃんとさっきのお話じゃないですけど、データとかで分析をして、このお店に置いてないから扱ってもらいましょうということを営業の皆さんに活動していただけなきゃいけない、営業に行ってもらわないとダメなんだ、ここで人間力がいるわけですね。全国にそのスーパーってどれぐらいあるんですか。もうですね、コンビニエンスストアを見ると8万店舗ぐらいあるんですね、はいはい、でコンビニエンスストアを除いても3万店舗ぐらいあるんですね、うん、ここにやっぱり置いておかないと、お客さんはこのどこに買いに行くか分かんないんでね、やっぱり全部のお店に置いておかなきゃいけないもんね、はい、だからこうどっかに置いてあるからいいでしょっていうのは間違ってたってことに気づいたわけですね、はい、難しい。そうなんですよ。すごい不思議な。でもそれが解き明かされたことによって、うん、もちろん会社の業績も良くなってね。
そうだね、営業もね、うん、営業してますなんて言ってっけど、うん、置いてないところもあんだから全部に行きなさい、うん、そうですよね、まあ、ルートみたいにね、すでに、うん、まあ、先輩とかが入れたりしてくれたお店に行っておいてもらう仕事は日々やってたかもしれないけれども、うんうん、開拓をね、もっとしないとっていうのは、うん、そういうお声で初めて気づきますもん ね、うん、ね、やっぱお客さんってそんなね探してまで買ってくれないんですよ、はい、もうなかったらおしまいっていうね、うん、はい、じゃあ次にもう一個あります、はい、実はマーケティング部が最後ではありませんでした、うん、その次に、うん、経営改善プロジェクトっていう、うん、ところに配属されることになります、うんうん、これはどういうまあ、ですからそういうことも含めてやっぱり会社がもっと成長していくためには世の中変わったから会社の仕事の仕方も変えようよと、はいはい、こういうプロジェクトですね。いいことですね、聞こえは素晴らしくいいことだったわけですね、はい、でも、はい、これがねどの部署にも属さ、メモによると、はい、どの部署にも属さず、はい、社内の改善点を指摘する憎まれ仕事とか、はい、そうですね、やっぱめっちゃ嫌なやつ、嫌なやつ、なんかお前これ何でしょうみたいな、うわめっちゃ嫌なやつ、そうなんですよ、うわやっぱ変えるってそういうことなんでね、海を出していかなきゃいけない、今のやり方のままではダメですよっていう仕事なので、やっぱ嫌がられますよね。あんだけ大手の会社でもやっぱそういうところがあるんですか、悪いところが。当然中の人も、うん、改善しなきゃいけないところがあるんですか、優秀になっていくから、うん、そういう人の目で見たら、うん、分かることもあるんでしょうね。へー、こう決してね、あの、うん、悪いとかいいというのではなく、世の中が変わったら、はいはい、そこに合わせて変わっていかなきゃいけないじゃないですか。今まで正解だったんだけど、やっぱりね、確かに今までうまくいってたやり方ってのはうまかったわけ、うん、その、はい、かつては、はい、だから別にそれが悪くなったんじゃなくて、うん、通じなくなったっていうね。そうか、そんだけはそれが正解だったけど、通じなくなったのをいつまでもやってるから通じないわけ、変えなきゃね。そう、でも新しいこと覚えたくないですもんね、うん、その頃は良かったけど、はい、じゃあサクサクと次の問題さんに行きます、はい、そんな谷さんですが、うんうん、順風満帆 に見えるでしょ、うん、はい、プロジェクト開始後、はい、30人の舞台だったそうですよ、そのプロジェクト、うん、はいはい、その部下ほぼ全員から、はい、他の部署への移動希望を出される異常事態が起こっちゃいました、うん、よっぽどですよ、もうあなたのやり方にはついていけない、うんうん、その原因は何だったでしょうか。あのね、うん、今日ね、ラジオコメントしてねっていう一番最初言ったでしょ、はい、コメントくれてんの。あ、誰が。あのね、ブラック企業は、はい、あのリックンっていう人なんだけど、はい、ブラック企業はマラソンとかやらされるらしいですねって。だから今のこの問題の答えなんじゃないのこれ。なるほど、なるほど、なるほど。だからみんな30人が辞めるってことはだよ、うんうん、はいはいはい、もうさっきね、20分前に教えてくれたこのコメントがヒントですよ。はい。みんな30人の部下を、なんかこう成績が上がらないと、お前ら、あの、そこ、あの、会社の周り走ってこいよ。高校の部活みたいな、部活のバスみたいな。お前ら走ってこいみたいな、よくわかんない、この体罰的なことを、やった。なるほど。どうですか、正解は。だいぶん罰ですね。だいぶ罰。正解は何なんですか。正解はですね、もう自分が正しいと思ってね、自分の考え方を全員に押し付けちゃったんですね、うん、もう自分の言う通りにやりなさいと、うん、だっていいじゃない、正しいんですもん、だって上司ですよ、うん、トップですよ、トップがこうだって言って正しいことを言ってんだから、やるのが当然じゃないですか。そうだ、ね、そうだそうだ。でもやっぱり部下の人たちもみんないろんな職場に行って、こういう仕事のやりましょうって言って一生懸命説得してる時にね、はい、職場に戻ってもダメ出しされて、うん、はい、そしたら居場所がないじゃないですか。うーん、頑張ってんのにって。確かに甘えてんじゃないよ、どうしか言ってんだから。それをやるのが社会人で仕事でしょ、ね、と思うじゃないですか。それ30人移動手当、移動願いなんて、うん、そう、ふざけんじゃないよ。多分、うん、でもすごいとってもいい言葉だと思うのは、うん、その和歌山さんが言ってることっていうのは、うん、世の中で言ったら、うん、正論って言われる言葉、そうでしょ、そう、僕も正論だと思う、そうでしょ。ただ、うん、ただね、
これ正論をぶつけられると相手の人ってもう逃げられないじゃないですか、はい、そうするとねもうはい分かりましたって言うしかないわけですよね、はい、でこれってやっぱね切れ味のいい武器なんでね、うん、相手を傷つけちゃうんですよね、はい、プライドですよね。やっぱりねみんな一生懸命頑張ってるわけですよ、はい、働く人って、はい、それなのにこうねバサッと背中から切られちゃうと傷つくじゃないですか、はい、でも自信なくしちゃうんですよみんなね、はい、あ自分で考えてもいい仕事できないんだと、うん、人に言われないと俺は仕事ができない人間なんだと思っちゃうわけですよ、はい、そうするとね誰もね考えなくなっちゃうんですよね、はい、なんか言われたことだけやればいいんだみたいな、うんうん、あそれもすごいわかります、うん、だけど、うん、ね会社のやり方を変えようっていう時に、はい、全員がいいやり方なんか知ってるわけがないわけで、ねうんうん、みんなで考えなきゃいけないのに、はいはいはい、30人近くいる部署で考える人が1人しかいないっておかしいじゃないですか、うん、でもそんな状況になっちゃったわけですね、はい、そうするとやっぱつまんないと、うん、これ解散しちゃうんですか。結果ねそうなんです。一度ねやっぱそういうのはね、うん、会社はちゃんと見てるもんでね、はい、解散ちょっと30人出る。そうしたのは誰なんですか。やっぱりね僕自身、うん、やっぱりそれはね、うん、評判が伝わるわけですよ、うん、あの部署雰囲気悪いぞと、はい、たくさんギスギスしてる、たくさん人数いるけど大した仕事してねえぞと、はい、だからねみんな人が欲しいわけですよ、はい、だからいらねえんじゃねえあの部署みたいなね、うん、ということで解散と。ちなみにその解散した後どうなっていくんですか、ええ、解散した後ですね、うん、でもやっぱり会社を変えなきゃいけないわけですよ、はい、ということは諦めるわけにいかないので、まあ、そうですね、うん、会社のミッションとしては、やっぱりねもうちゃんとね、うん、見てる人は見てくれてて、うん、お前の考えてることは合ってるんだと、うん、言ってることは正論は間違ってないと、うん、ただ論じてそう論、うん、言ってることは正しい、ただ、はい、お前の人のへの関わり方は0点だと、はい、だから人への関わり方ですよね、うん、よく言われるリーダーシップとかコミュニケーションとかね、はいはい、それをね学んでこいと、うん、学び直してこいって言われて、はい、そしたらチャンスをやるって言われて、はい、こうね学び直して復活のこう、ね、スタートを切っていくんですね。でもそれちゃんとまたやらせてもらえるっていうのは、まあ、なんかそこはねいい会社なん、うん、いい会社なんですよ。でそうじゃあいい会社気になるのは、うん、じゃあ学びました、うん、もう一回チャンスもらいました、うん、それがどうなったかですよ ね、 あねえそれ何来週来週じゃない時間もあれだけど、うん、じゃあどうなったんですか最終的に。最終的にはちゃんと復活して、うん、また同じような人数の部に戻って、はい、で最後はねみんなが一回は行って働いてみたいっていう人気の部署になったんですよね、うん、すごいでしょ、ね、このメソッドがすごいこのメソッドが、うん、イオニックメソッドそう入るわけだから自分がもう一回、まあ、その経験して、うん、なんか、まあ、体験、なんかこう、うん、ね、誰も行きたくない部署から、うん、誰もが行きたい部署に、こう、うん、なって、ね、自分自身で証明したというやり方を。それは、もう、その世の中に伝えなきゃいけない。うん、それが、今の仕事だ。そういうことだ。そういうことなんです。はい、ただ、この話ね、たっぷりしたいんですけど、はいはい学生時代の話に全然行かないので、うん、急いで行きます。はい、大学時代、うん、大学はどちらでしたか。大学はですね、京都の同志社大学という大学ですね。そうですね、うんうん。どこの学部学科は何なんですか。学科はですね、英米文学科っていうところに行ったんですよね。はい、英語だ。英語を勉強するところですね。はい。もともとじゃあ英語は得意だったんですか。もともと英語はですね、うん、最も嫌いな勉強でしたね。だから帰国しようと、はい、うん、そういうわけでもない、そういうわけじゃない全くそういうことじゃないですよね。なんかね、うん、ここメモがありまして、はい、入ってみたら、はい、まあ、そんなに行きたい学部では実はなかったみたいなんですが、うんうんうん、入ってみたら、はい、ゼミの、はい、ほとんどが女子だった、はい、そう、そのため、うん、女子たちのパシリをやることによって、はい、自分のポジションを作ったとかです、うん、そうですね、そうです、事実そうですか。居場所が見つからなかったね、はい、どうしたらこの人たちと一緒に過ごせるのかっていうと、うん、はい、やっぱり、ね、圧倒的多数の女性に役立つ人間になるしかないと、はい、うわいうことでしたね。すげえ、はい、そんな、はい、谷さん、はい、第4問ですが、はい、大学時代に経験したことで、うん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 、今でも社会人になって役に立つなって思う唯一のことがあるそうです、うんうん、そのパシリっていうことを含めて考えてもらいたいんですけど、そのまんまの答えじゃないの、うん、それは何でしょうか。えパシリになる、あもっと踏み込んで、うん、女子だよ女子、女子が
女子がなんかお願い事をした時に、うん、時にそのお願い事を解決できる男になる、うんうんうん、広っ答えが広い そんな立派な学生じゃなかったねもう1個のことしかできない学生だあじゃあそれをじゃあもう答えをズバリいいですか、はい、答えはですね、はい、飲み会の感じなんですねえそうゼミってめな飲み会ありますかあね、なんかそう結構あのバカにしてるから同じゼミああでもこれから高校行く男がそんなことしたら、はい、そう孤独になっちゃうぞ、ね、そうだと当時はバブルでみんな学生なんか浮かれて勉強なんかしないわけですよだからとにかく毎日飲み会、はい、でも女の人たちは自分で店探すのめんどくさいじゃないですか、はい、と来るわけですね、うん、どっかいいとこないの、はい、もうね京都の街中を探してですね、うん、いいお店を探すと同志社大学って京都にあるんですよ、だから女子に、ねはいこういいねって言ってもらえるお店探しとかセッティングができるようになっちゃったんですよ、うん、すモテモテじゃない、ね、モテそうでしょ、うん、そうでしょ便利だったんですねうんモテるんじゃん便利なやつだったんですねあのねすごいとってもお話ししたいネタがあるんですけど、はい、時間が足りないので、はい、あの次の話に行きます、はい、高校時代、うんうん、今ね英米文学科の、うんはい、高校時代、うん、どんな高校でしたか高校はですね、工業高校に行ったんですね。うんうんええ、どんな学校だったんですか、その工業高校って。結構あれですか、あの高専みたいな理系系の。いわゆるですね、うんまああの、なんかこう、勉強よりも元気がいい人だけが集まる工業高校ですね。はいはいはい、あ昔ならではの工業高校ですね。そうですね。全部ガラスがないとか、ね。あの、ガラスがないとか、ね。やんちゃな人が多い、ええはい。ああいう感じの工業高校ですね。はい、に行ってましたね。はいはい、ビーバップハイスクールで見て。はいはいはい。あの、スクールウォーズとかね。あの学校も工業高校ですね。ああ、そうか、なるほど。あんな感じで。いやー、はい、すごい、なんかこの頃に、中森明菜が好きだったって書いてある。そうですね。まあだから結局自分らしさを発揮できれば、うんうん、ああいう学校で自分らしさを発揮しちゃうと大変な目にあっちゃうんでね、はい、呼び出されちゃってね、はいはいはい、そうああなるほどそうそうそうだけど、うんうん、裏に連れてかれておとなしくしててもまたこれはやばいわけさ、うん、これまた呼び出されちゃうわけさ怖っそう何それ中間はやっぱ中森明菜ですよね違うでしょそう中途半端に影を出しとかないとね、うんうんうん、ちょっと悪ぶっとかなきゃいけないなって時に誰がいるのかなと思うと、うん、なかなか森明菜さんが当時はねちょっと影があったんですねアイドルだけどね、うん、ここに一気に引っ張られてってですね、うん、まだ人気もない頃からね、うん、ファンクラブに入って、ファンクラブに入ってファンクラブ6番で会員の6番え早いでしょ本物じゃないですか本物でした本物ひたすらあすごいじゃあいよいよ、はい、中学時代の話に戻ります、はいまあ、そもそもね、うん、一番最初にちょっとお話したんですけれども、うんうん、めちゃくちゃ転勤族だった、うんど, うはい、どういうプロセスを歩んでたんですか、うん、その生まれたのは大阪、はい、大阪あ大阪じゃない大分県大分それから大阪にちょっといて、はい、山形、はい、盛岡、はい、大阪に戻る、はいねはい、こんな感じで、ずっと過ごしながら、うん、さらに親が家を買ったりとかしてね、はい、また引っ越したりと大阪の中でも引っ越したりということで、とにかくあの新入学とか新なんとかつくときは必ず一人ぼっちからスタートをしてたっていうねうわきつい、うんそういう人生ですね なもんで、うん、中学校も、うん、ある意味転校生扱いで入っていったそうです、うんで最後の問題、はい、そんな谷さんですが中学時代3年間、うんうん、野球クラブに所属してたそうです、うんはい、そのきっかけは何だったでしょうか、はい、唯一野球が得意だったから、うん、小学校の時やってたから、うんあ, ねうん、ありがちありがちあるある、うん、ある、ね、ありそう、うん、そこで輝けるから、はいはいはいうん、人気者になれればねやった、ねうん、正解は×ですね何なんですか結局ね、それ以外にやる理由って、うん、あの目立たなくて人の輪の中に入れるのは当時は野球だったんですね野球さえやっとけば人の輪の中にいるように見えたわけさ、うん、みんな野球好きだったから、うん、だから野球部に入ってさえいれば、うんうん、なんかあいつなんか浮いてないなっていうふうに見えるだろうなって群れの中に一応群れの中にとりあえずいようと形になるんだだけだった野球は得意だった13歳のヒロワークこの番組は新しい価値を創造するルドルフと世界中に楽しいを届けるメニーの提供でお送りしました置いてきた関係から、うんうん、なんかもう この人にはもう自分をさらけ出してもいいだろうっていう人にたどり着く前に他にいてたような感じだ
そうですね。だからやっぱこうね、一人で転校すると、うん、もうそこにはもう友達軍団がいるから、うんうん、中に入っていくには嫌われなければなんとか中に入れるだろうっていうね。うん、なるほど。そう、だからあんまり自分を出しちゃうとね、嫌われちゃうんで、うんうん、とにかく嫌われない人間になることだけを考えて生きてたんでね。うん、ね、あんま楽しくなかったです。いやもう自由に生きてた、うん、なんかね友達との思い出がその当時のほとんどないらしいです、同窓会行ったことない、はい、じゃあすいません、また次回もよろしくお願いします。